ソロ競技のルンバです。 Your first dance, the Roomba。 はじめにエントリーナンバー4番大村敦樹、和田めぐみ。さあ、決勝が始まりました。最初の種目ルンバは1組ずつで踊られます。各選手は9つのベーシックフィギュアを組み合わせた18小節を2度繰り返します。須田さん、ベーシックステップ、どういったところが難しいですか？はい、今回はルンバということなんですけれども、ルンバというのはダンス、そうですね、ラテン種目を始めた時に初めてやはり皆さんが挑戦する種目なんですが、この中には吸盤モーションといって大切なリズム表現をするためのアクションがありますので、皆さん最初に一生懸命勉強をしてこのように踊れるようになってくるんだと思います。まずは日本のエースでベテランの大村和田組ですが、一昨年は2位、去年は4位で残念だったとコメントしていますが、今年はどうでしょう？そうですね、ブラックプールでの成績なんかもこう見ていますと、なかなか難しいかもしれませんが、頑張ってほしいと思います。トップで踊るというのはどう影響してきますかね？そうですね、あまり関係がないと思いますよ。本当によく、はい、踊れてると思います。エントリーナンバー18番、立石達也、立石ひろみ。2組目に登場したのは日本の立石組です。この2人は初めての決勝進出ですね。はい、そうですね。緊張はしているかもしれませんが、とてもハッピーな顔してますね。彼らは関西のカップルです。ご覧のように大変身長も高く足も長い男性と、そして華やかさのある女性のカップル。海外でも今徐々に人気も上がり、成績も上がってきているカップルですね。彼ら自身もこのベーシックというものの大切さを改めて知って、今一生懸命練習をしているところだと思うんですね。その成果が実ったんだと思います。どうでしょうか？そうですね、今ここの部分を見ていただくと、コンタクトポジションといって男性と女性がくっつかなくちゃいけなかったんですけれども、そのあたりがちょっと詰めが甘かったというか、もう少し研究しなくてはいけませんね。エントリーナンバー47、 Mr. Peter Stokkeblore and Ms. Christina Stokkeblore from Denmark。次はデンマークの選手ですけども、このストッケブローエ組はどんなカップルなんですか？はい、1月に行われました UK 選手権ではアマチュア選手としてチャンピオンになりました。そしてその後プロに転向しまして、先日5月末に行われました全英選手権でいきなり6位に入賞したカップルですね。でも実力のある2人なんですね。もうカップルを組んで長いと思います。そういうこともやっぱり助けになってますね。表情も柔らかいですね。そうですね、余裕が見えますね。こういう決勝に慣れているっていうことも大切なことです。こうしたの全ての国が同じステップを見せるというのは、それぞれこう個性が出てきますね。そうですね、個性も出てきますが、実はテクニックを解説した教科書というものが2つ存在しますので、まあ、どちらを選択するかっていうのは今カップルに委ねられていますね。そして音楽の取り方も審査の一つになっています。エントリーナンバー88、Mr. Chao Yang and Ms.
国のカップルです。この2人はどんなダンサーですか？はい、まだカップルを組んで1年足らずだと思うんですけれども、先日やはり行われました全英選手権のライジングスター選手権という部門で優勝したばかりですね。本当にこうキラ星のごとく現れたという感じのカップルです。まだ1年ちょっとということですが、どんなダンスを見せる2人なんでしょうか？そうですね、よくステップは練習していると思うんですけれども、今このように決められたフィガーを、ルンバのベーシックなフィガーを踊っていただくと練習不足が目立ってしまいますね。あまりこうベーシックな練習していないように見受けられます。まだまだこれから成長できる2人ということですか？そうですね、十分にその余裕がある選手ですね。今のように手は離さない方が良かったですね。間違えてしまいました。エントリーナンバー99、Mr. Igor Vyshegolsev and Mr. Taria Petrova from Russia。 5組目はロシアのヴィシェゴロッツェヴ組です。このカップルは身長差があります。そうですね、随分体格のいい男性と小柄な女性のカップルです。ロシアの代表選手でブラックプールでは確か準決勝まで進んでいると思います。こういったの身長差がある2人の場合はどういうことを表現できて、またどういうことが難しいんでしょうか？そうですね、まあ、簡単に言えば男性女性っていうのがはっきりと分かる、なのであまりこう特別な表現をしなくても男女の愛というものを表現しやすいことはしやすいですね。ただ女性が手を伸ばさないと男性に届かないとか、そういう、まあ、大変なところもあります。このカップルはうまくカバーできてますか？そうですね、ただやはりこのベーシックフィギュア自体をあまり練習してこなかったようですね。どんなところから分かりますでしょうか？音楽が少し遅れて撮られているように見えると思うんですけれども、ちょっと不安そうな感じですね。ポジティブな感じに音楽を撮っているようには見られません。エントリーナンバー158番、中村俊彦、青柳智子。そして決勝に進出した日本のカップル3組目は中村青柳組です。この2人はどうでしょう？はい、いつも綺麗にドレスアップした、海外においても、まあ、フロアで立っていて美しく見えるカップルですね。去年は5位入賞を果たしましたよね。はい、私も頑張ってほしいと思います。見ていますとどうですか、今年の出来というのは？そうですね、今回はこのゆったりとしたルンバにアームワーク、そして回転のスピードやフットスピードを速くすることによってうまく緩急をつけて踊っていると思います。ますますこのゆったりした感じがこう表現できていると思いますよ。男性が男性らしく、女性が女性らしく、男性に甘えるような感じも表現できているのでそういうんじゃないですか。表情も楽しそうですね。そうですね、幸せな気分になって踊れていることが一番大事です。登場したのが今回の優勝候補、ポーランドのマリトースキー組です。このカップルはどうでしょう？
はい、今年の UK で優勝いたしまして、先日行われました全英選手権では2位になりました。彼女の方がキャリアが長く、子供の頃から同じ、ずっと同じコーチに習ってるんですね。なのでまだ2人に少し動きの違いが見られるんですけれども、すでに優勝の経験もあるので、2人はこれから世界チャンピオンになるんだっていう意識の高さが伝わってきますね。今回はどんなダンスでアピールしてくると思われますか？そうですね、彼らの持ち味であります、特にこの彼女を見ていただくと素晴らしいバランスですね。身体能力の高さっていうものを見せつけるようにして踊ってくるんじゃないでしょうか。ただそれだけではなくて、しっかりとこうベーシックも練習しているようにアピールしてますね。自分予選の時にも踊っていましたからね。これでも自信があるように。そうですね、はい。